遠藤康人の息子、親そっくりのモーション PK でガンバ大阪ユースが優勝。ガンバ大阪ユースが PK 戦で FC 東京 U18 を下してクラブユース選手権優勝。最後のキッカーは遠藤風と、親そっくりのキックモーションにサッカーファンは興奮状態だと話題に。見すぎて笑った。猫背具合とかそっくり。立ち姿がそっくりですね。やっとさんの息子さんだったのか、いい試合でした。少しコロコロ PK 期待した。それだったら泣いてました。成長したら知らぬ間にコロコロ習得してそう。J の舞台でやっと見せ入れたいぞー。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。